午前1時を回りました。ルナシーの龍一と杉蔵とイノランとジェイと深夜と深夜です2人いるのあ深夜さあ始まりましたベイ FM& ルナシー 30th Anniversary Special クロス Meets モザイクナイト。今日この時間はモザイクの DJ 中村孝子さん、そして中村修吾くん、そして、長広翔子さん、3人の協力を得ながら4時間たっぷりとルナシー一色でお届けしたいと思います、うん、もうね30周年なんですよ。まあでもあっという間だったよね。ほんとね、30年ね。ベイエフエムも開局30周年ですよ、ね、すごい。同い年、ね、同い年だね。本当にそうか、89年なんですね。うん、今度みんなで89年のワインを飲みましょう。シーン、はい、局の方もお呼びしてはい、そうですね、いいですね、お祝いしましょう。お祝いをね、今日4時間もやっていただけますか。そうですね、はい、はい、うん、まあそんなわけでベイウェム&ルナシー 30th Anniversary Special クロス Meets モザイクナイト、この後まずはですね、中村くんと長広さんにバトンタッチして、また2時台のルナシースペシャルでお会いしましょう。その前にオープニングは、日付変わって今日12月18日リリースのニューアルバムクロスからこの曲でスタートします。ルナシーでルカ。ベイ FM& ルナシー 30th Anniversary Special クロス Meets モザイクナイト。この時間は中村修吾さん、長広翔子さんに代わって金曜日の26時からお届けしているモザイクナイトのパーソナリティ、私中村孝子がルナシーの皆さんとお届けしたいと思います。では改めてご紹介しましょう。日付変わって今日12月18日ニューアルバムクロスをリリースしたルナシーの皆さんです。お一人ずつ自己紹介お願いします。はい、ルナシーの龍一です。はい、ルナシーでギターとバイオリンを弾いております、杉蔵です。はい、イノランです。短い。はい、ベースのジェイです。はい、深夜です。よろしくお願いいたします。お願いします。圧がすごいこのね皆さんが揃っているこの豪華さと、うん、ね、もう皆さんオーラがあるからなかなかあのスタジオこういうところにね5人集まるってこともね、はい、久しぶりかな。いや5人で集まって、うん、このあの狭さはないよね。ないよね、あんまり。そうですか。そう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 、ラジオのじゃあこういうスタジオで5人っていうのはものすごく久しぶりだ。そうですね、大体スタジオとかもほら 12LDK ぐらいのところでやってるからね。そんなでかくないけど。そんなでかくないけどまあでも確かにでかい、でかいからね。 DK いらないの。 DK いらないの。確かに DK かダイニング関係ないから誰のルースだダイニングとかリビングいらないけど、ね、キッチンとかね、おもちろすぎるそうか、ワンルームでよかったね。そうそうこのベイ FM では J さんと JZ エディションをもう2007年1月からですから丸12年、はい、すごいですね。めちゃくちゃ13年コンビ組んでる。長寿番組の一員。すごいね、本当にすごいんですよ。長くなっちゃったんだね。はい、そこに来ていただいたメンバーもいらっしゃいますし、ジュナフェスでお会いしてもいるんですけども、こうやって私メンバー全員一緒にインタビューさせていただくのは調べたんです。多分2000年の5月の、うん、トゥナイトの時以来じゃないかな。ほう、19年ぶり。はい、あの深夜さんがやれたね、ビートモーションという番組があったの、はいはいはい、その1代目だったの、多分あのテレビ以来じゃないかと。なるほどね。深夜も番組があったんだね。そうそうそう、ビートモーションという番組がね。俺もね、95年ぐらいからやってたから、みんなお世話になってるんだね。あ、すごい濃いんですね。ね、濃いです。うん、そうなんです。なんだかんだつながりがあったわけだ。ね、そうですね、 ですね、うん、でも皆さんと本当にもう19年ぶりということで、ベイ FM とルナシーダブルアニバーサリー30周年、改めて結成30周年おめでとうございます。ありがとうございます、ね、もうそれぞれいろんなところで同じこと聞かれてると思いますけど、改めて30年振り返ってでもいいですし、なんかいろんなところで聞かれるから、あ、30年ってこうだなとか、年月を感じるみたいなことがあれば教えていただきたいんですけど、龍一さんどうですか。僕は、30年振り返ったんですよ、うん、あんまり振り返んないんですけど、はい、あえて振り返ったんですけど、はい、多分同じところを通ってここにもう一回やれって言われたら来れないかもなっていう、そのぐらいいろんな意味で頑張れた30年だったとも思うし、うん、うん、なんかこの人生はやっぱこれ一回きりの気がします。うん、これ説明になってます。いや、わかります。でも2回やったらもうすごい大変ですよね、うん、そう、多分ね同じところに来れない上がって来れないのか横に行っちゃうのかどこか分かんないんだけど、
同じ場所にいられてないような気がします、なんとなく。ジェイさんはいかがですか。そうですね、うん、あっという間の時間だったような気もするし、うん、振り返るといろんないろんな局面があって、うん、まあ、龍が言う通りすごい30年だったなという、思いがありますね。井上さんはどうですか。そうですね、もう本当感謝でしかないですよね、まあ、と同時にこれからが大変だな、30年を踏んでしまったんで、もう既に先のことを考えて、そうですね、30年踏んじゃったって30踏んじゃったよって踏むつもりあったのかなかったのか分かんないですけど、でも本当感謝ですよ、はい、一番には感謝だろうかって。深夜さんは。そうね、僕一人とかバンド5人では決して成し遂げない30周年だったんで、深いですね。本当にこう、結成当時から、まあ、今まで支えてくれた全ての人に本当にありがとうと言いたいですね。ファンの皆さん、スタッフの皆さん、関わった皆さん。そうですね。杉蔵さんはいかがでしょうか。もう大体大事なことみんなが言ってしまったので。これ順番逆にしないといけないですね、時々ね。すごく不利なんですけど、ね、不利。大体は一番最後にしていただけるとオチがつきますね。あ、そうだよね。いや、ハードル上げちゃったね。面白いのを落としてもらえるわけです。そうそう、まあ、強いて言うと、逆に30年前にすでにもうこうあったんだなと思いますね。30年前この5人が集まった時のその衝撃というか、それぞれみんな思ったはずなんですけど、自分の人生においてものすごく大きな、なんか、まあ、ファーストディープインパクトみたいな、あの衝撃ってね、おそらく30年経って今でも続いていて、あれがビッグバンだったんだなっていう、ずっとそのビッグバンで爆発したその飛び散った星々の破片っていうのは未だにずっと広がっていて、30年経った今でももちろん続けてこれた感謝とか、あ、ここは故郷だったんだって安心感とかがあるんですけど、なんかそれ以上に30年前に始まったあの臭い言い方だけど精神というか、ロック小僧たちが集まってすごく燃えていたあの感覚が未だに現在進行形であるので、これはまだまだビッグバンが続いてるんだなっていう感じがします。もう我々スレーブからするともうよくぞこんなすごい5人が一度に10代の時に巡り合っていただいたって奇跡、まあね、30年前にこう開けたね、ドーナツの箱ね。また戻りますか。数いきますか。パンドラの箱だったんですね。あれパンドラなんだ。あれいくつあったかどうかで。2個しかなかったんですね。そうするとね、ミスタードーナツねタイアップした方がいいんだ。ここまでね話ね伸ばしてきましたからね。魔法のお粉をかけていきましたからね。なるほど。なるほどね。ただ思うに、地元で10代の我々が集まったっていうのはすごく実はロックバンド的な意味があったと思うんですよ。だって考えてみたら世界的なすごいバンドってそうじゃない、往々にして、ビートルズもストーンズも U2 も、実はスーパーメンバーがオーディションで集まりましたとか、ね、すごいやつらがテクニシャンが集まってスーパーバンドを作りましたっていうんじゃなくて、実は本当に歴史に残るバンドってこんな些細なとこから始まるんじゃないかなっていう気がします。なるほどね。誰かが作った出会いじゃないんですよね、自分たちが出会うべくして出会ったからっていうことなんです。すごいですね、町田街道でね。そうですよ、プレーハウスだね。はいはいはい。その30周年なんですけど、その彩る2年ぶり通算10枚目のオリジナルアルバムクロスが日付変わって今日18日リリースされます。おめでとうございます。おめでとうございます。これまでの作品は全てセルフプロデュースだったんですけど、今回初めて外部のプロデューサーを迎えての共同作業ということで、スティーブ・リリー・ホワイトさん、グラミー賞5度受賞されている世界的な音楽プロデューサーで U2、シンプルマインズ、XTC、ローリングストーンズなどなど手掛けていらっしゃるんですけれども、どんな経緯からだったでしょうか。これはどなたにお伺いしたいでしょうか。これはイノランにまずここで3分ぐらいちょっとコメント。いや3分長いな。じゃあ2分50秒ぐらい、そうですね、共通の知人というか、そういう人がいて、はい、プロモーターがいて、その人が、スティーブの初来日、はい、もう 4、5年前だったんですけど、はい、その時に紹介していただいて、いろいろ音楽の話とかして、で、まあ、僕のことも知っていただいたし、当然ルナシーのこともCD を渡したりして知っていただいたし、で、
まあ交流が続いていく中で、ルナシーのと一緒にやってみたいと言っていただいて、うん、でそっからここです。そっからここって、そっからここっていう、まだね、3分。ね、まあでも本当になんかいろんな話をしていく中で、こう、なんだろうな、こう、まあ、年末ね、僕らのライブを見に来てくれ、それだけね、クリスマス休暇の前に見に来てくれたりとかしてて、うわ、いらっしゃったわけですよね、そうですね、日本までね。そこでみんなと話したりとか、あの、音のね、そういうキャッチボールやってる中で、はい、本当できるんだなと。すごい、うん、そうだってあの日本人アーティストを手掛けるの初、ね、アジアはそう、あ、そうですね、日本人初めてですね、はい、すごいですよね。そうですね、多分ね、うん、僕思うんだけど、うん、すごい人っていっぱいいるじゃないですか、はい、でもジェイもイノランも、まあ、杉蔵もシニアも俺もそうだけど、みんなが好きなアルバムをなんかやってんですよ、うん、彼は。そうね、はい、うん、で彼がやってるそのレジェンドじゃんっていうところから始まってて、うんうん、さらに日本でイノランお茶したのみたいな嘘でしょっていう話、それで向こうが興味持ってくれたの、多分何度も言うにニューヨークでもロンドンでもすごい人は多分いっぱいいるんですよ。だけど共通項がないとなかなか今までセルフプロデュースで来たバンドがお願いしますってとこまでは多分いかなかったと思うし、どなたかがね、違うよってなる可能性もあるじゃないですか。まずはじゃあ会うとこから始めようっていうんじゃなくて、最初からある意味では会うとこから始まったけど、いや、そのアルバム聴いてました、大好きでしたってとこは、もうリスペクトがある、根っこにあるわけだから、うん、そこの信頼感はでかかったかもしれないよね、うん、全員のね。だからルナシーが全員一致で好きな音楽ってなかなかないんで、はいはい、そういう意味では、うんうんうん、スティーブ・グラーしか本当に世界中にいなかったのかもしれないし、うん、そうだよね、本当ね、うん、で逆に考えると日本人だったら多分無理だったろうね、ルナシーをまとめるのが、うん、そうですよね、全員がこうね、うん、通ってきたものを作ってる方ってね、いらっしゃらないと思いますし、うん、そしてこのアルバムにも収録されている5月リリースの先行シングル空の歌ハイアンドハイヤー、そして飛装備杉尾さんの曲ですけれども、アニメ機動戦士ガンダムオリジン前夜赤い彗星のオープニングテーマになってるんですけど、順番的には杉尾さんこれから作られたですか？これから、うん、あのスティーブと一緒に作った曲という感じでは、そうですね、空の歌が最初でしたね、うんうん、去年の今頃作業してました、1年ぐらい、そうだね、12月ぐらいだったね、そうそう、うん、あ、そうなんですね、うん、じゃあ1年経って届けていただけるって感じ、ね、リリースはねもう先にしてるし、曲自体は去年の3月ぐらいにはもう世に出てるので、うん、アルバムという形に収まるのが1年越しってこと で、うん、でこれがスティーブとの最初のルナシーのコラボレーション曲なので、はい、まあ、ある意味いろんな実験もしたり、ね、スティーブからいろんな意見を伺いながら、うんうん、とても重要な、うん、タイミングで生まれる曲ですね。やっぱり最初だからみたいなのはこうありましたか？ここで自分がこうつけてっていく部分というか関係性みたいなのはどうかね。でも直接スティーブがベタ付きで言ってくれたわけじゃなくて、うん、もう電話やどちらかというとあれだ、はい、スカイプとかで、うん、まあ、常にコンタクトをしながら、でも実は遠隔操作で作業した感じですね、うんうん、初めなんかミキシングとエンジニアとして迎えられたとお聞きしてたんですけど、もうその枠全然超えてる感じですよね。アレンジとかフレーズとかの相談もなんかね、すごく印象的にいい人なんですよ。で、高圧的じゃないし、ディジェンドなのに、でルナシーをすごい楽しんでくれてるの分かるんですよ。本当にリスペクトされてないとだって大きくならないですもんね、うん、で去年あれだよね、埼玉の後にちょっと曲聴きながらいろいろデモテープ聴きながら話したり、それはね、武道館の後、あ、武道館の後か、そうそうそう、今年か、今年か、今年の5月、5月、そうだ、5月か、うん、あの時にもう、もしかしたら俺たちより聞いてんじゃないっていうぐらいすごい聞いてて、でアイデアもこうざっくばらんに話してくれるんで、それいいねとかそれはやだなとか言える環境、キャッチボールがすごいできてるし、なんか全然イメージが違いましたね、僕。もっとなんかもっとなんかこうしろみたいな感じも出るかなと思ったんだけど、どっちかっていうと本当にね、アイデアがすごくある人で、エンジニアというよりは曲のディティールを細かく触るのが好きな人ね。メロディーをこの音程じゃなくてこっちに行った方がいいよとか、
そういう細かい指示がどんどん来るので、で今まで我々自分たちでやってる時は、まあ、ずっと30年近く自分たちだけでやってきて、はい、このフレーズどうしようかってことを悩んだりするわけじゃない、はい、細かいところで行き詰まったりすること、そういう時に今回も全てスティーブにどうしようかって相談するとポーンってこれがいいと思うとか、これを合体させたらいいと思うとか、結構フレーズだけちょっと取ってスティーブにこれどうっていいのを投げたりしたよね、うん、そうしたらすぐに連絡が来たりとかした、うん、これはここに入れた方がいいとか、もうちょっとこうした方がいいとか、そうですね、言ってくる、うん、すごいですね、本当に共同で作ったって感じですよね。で龍の曲、アナグラもうスティーブがミックスしてきたらアレンジが全然変わってて、そうここにアダースの音が全然違うところにあったとか、うん、もうスティーブリミックスみたいになってて、杉田さんがねアレンジされたんですけど、でそれをさらにまたスティーブリミックスな感じで、なんか一緒にぐちゃ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 だとなんか粘土細工してる感じというか、すごい。でスティーブからのアイデアも、はい、こっちがちょっとあんまりやりたくないなっていうことは、あーオッケーオッケーオッケーっての、押し付けるところがない、全然ないね、うん、例えばドラムの音とかだと、うん、こういうところがすごい変わったみたいなのってありますか？いやもう全部変わりましたよ、うん、もう本当にすごい音、そうですね、マジで、うん、Jさんはそれこそ YouTube とかでね、うん、あのアルバムを作った方だったりするわけじゃないですか、曲を提出というか提示するときにどういう思いみたいなのがあ、基本的に、まあ、僕らがその僕がっていうか、その、うん、彼に求めてたのはやっぱりその彼の経験から来るというか、やっぱ世界と向き合ってる人間なので、うん、やっぱそこの基準というか、まあ、世界基準というか、うん、そういったものをそのこのバンドにこう与えてくれないかなっていうのは正直って思ってたんですよね、うんうん、で変な話バンドに置き換えたときにやっぱりギターはギターだしベースはベースだしドラムはドラムなんですよ、うん、でバンドっていうものはバンドなんですよね、うん、でそれをどのようにしてこうビルドアップしていくかっていうのは、はい、入り口がたくさんあって、そんで正解もたくさんあるから、うん、そういう意味ではいろいろなことも試してきたし、うん、でいろいろなこともやってきた、うん、で今回初めてそのスティーブとやるときにやはり彼がその見てきた世界の中で僕たちのいい面、うんうん、それを思いっきりピックアップしてほしかったし、そして、うん、もっと言うと僕たちのネガティブな部分っていうものも逆に言えば指摘してほしかったなと、うん、でそうすることによってそのバンドがまたその次のレベルに、うんうん、いけるんではないかと、そういう意味で言うとやはりこう俯瞰でね、その曲杉蔵が言ってたけど曲のことをよく聞いてるとか、うん、知ってるとか、僕らがこうここの視野でしか見れてないものをやっぱ見てくれるんですね外側から、うん、だから的確だと思うし、うん、そういった意味では龍が言う通りにもう一発目にして、うん、そのとんでもないプロデューサーと僕たちは一緒に仕事ができてしまったんではないかと、しまったって思わず出てしまうそれも龍さんもねインタビューでおっしゃってましたけど、うん、ジェイがこの後大変だなっていうぐらいすごい方と作ったって、うんうん、いやこれから大変ですよ、ね、これを超えなきゃいけないからそれぐらいのすごい世界基準のすごいものができたってことですよね、うん、今思わず手、うん、口に手を当てたらもうそれぐらいの、でも本人は龍陽にすごくいい人なんで、うん、普段ねゲラゲラ笑ってる人で、そうなんですか、すごくお茶目な人ですよ、その高圧的な感じが全然ないし、全くない、それがすごいよね、日本に来ても日本の料理も大好きだし、そうなんですか、一緒に食べてても美味しい美味しいって食べてくれてるし、うん、お箸とかも使われたりしてお箸使ってたと思う、そうなんですか、うん、すごいなと思うのが、あこの人本当に超一流だなと思ったことが、うん、5人と初めて対峙した時にね、5人とスティーブで打ち合わせした時に、はいはい、もうその瞬間に6人の空気ができてるんだよね、で気がついたらルナシー5人をスティーブがキュッとまとめてるの、まとめたね、そう、うん、多分どこが天才かってね、多分必ず自分の位置を見つけるんでしょうね、その中で、うん、でそこにスポッと入って空気を読んで全てを導くみたいな、うん、それをあえてゲラゲラ笑いながら自然にやってるんだなと思うと、うん、ああこの人は天才だなと思いましたよね、だやっぱりバンドだけでやってきたの指揮者が出てきたみたいな ね、うん、そうね、いつの間にかね、そこにいて自然に溶け込んでるっていう、やっぱそこはすごいんだね、でも未だに覚えてるのが、ね、彼が強いすごい言ったのが、最後に決めるのは俺じゃねえんだよ、うん、君らなんだよ、うん、って言ったことは未だに覚えてる、うんうん、それはすごいなあと思いました、いや本当すごい人、うん、その初めに会ったときっかけを作った井上さん、今のこのお話を聞いてて改めて、いやでも本当に僕らの何かしらの扉をまた開けてくれたのでね、本当にそこにも感謝してるし、うん、これからのルナシもまた楽しみなんじゃないかな、その何かの扉を開けてくれたと思う、
すごく大きな新しい扉が、結成30周年でまたブワーンって開いた感じ、ね、それでまたスティーブにまた返したいしね、僕らの素晴らしいショーとか、そうですよね、ファンの姿とかで、これをまた、それが音楽の旅なんじゃないですかね。なるほど、ライブで再現するのをまたそれをスティーブに伝えてっていう部分もあるし、これから作っていく作品、これからのルナシの姿もスティーブに見せていかなきゃいけない、それなんかこの5人の皆さんがうんうんっておっしゃる方ってやっぱりあの日本にはいらっしゃらないし、世界でもあのやっぱスティーブが大事にして、僕の主観ですけど、あの曲でもあの音楽人としての行動でも人でも物語をすごい大事にしてるんですよね、ストーリーを、だから イントロがこうあってアウトロがこうあれ、なぜそうなのかっていうことを、だから僕らこのスティーブとね始まったストーリー、これを綺麗なもの、美しいもの、素晴らしいものにするのがまたいいんではないかと思います。私は曲のものはその一曲にもストーリーがあるし、バンド時代にもストーリーがあるし、でスティーブとのストーリーも始まったしということなんですけれども、クロスというタイトルを最後に今度この間お聞きしたいんですけど、深夜さんがお付けになったということで、まあそういうストーリーですね。やっぱり振ったらちょっと笑いはいただける、それでもいい話だったんですかね。うまい具合にまとめていただいて。これどういう思いを込めてクロスっていう、まあクロスっていうのはあの、まあ、クロスロードとか交わる道が交わるとかね、そういう交差点とか意味あるじゃないですか、はい、で人間もやっぱりその絶対こう交わって何かできていくと思うんですよ、で、袖触れ合うも多少の縁じゃないけども、こうやってディープな、30年を、迎えた5人もいるわけだし、でもひょっと今までね、ルナシーのアルバムはどのアルバムか分かんないけど1枚だけ買ってくれた人もいると思うんですよ、この30年の中で、でもその人たちもずっとなんかルナシーを少なからずっていうかもう支えてくれたんだなと思って、だそういうなんか交わりというのなんか、タイトルないかなと思ってつけました。よっよっ、電球電球電球、みんなで拍手されてるんですけど、はい、じゃ今の素晴らしいのがいろんな意味があるじゃん、そうそう、深夜的には、あの交差とか人との触れ合い、でもやっぱり人によってはこれは十字架を背負うってこともあるし、我々がやっぱり重要な何かを背負ってるってこともあるかもしれないし、あともう一つ俺この、ね、クロスって言葉が好きなのは、あのネイティブなイングリッシュスピーカーだとこれ怒ってるって意味もなるのよ、バッテンなんだって、なるほどね、なるほど、頭に来てるってこともクロスって意味を持つので、実はすごくあの多種多様なエネルギーとか言葉を内包する、ね、あこれはいいなと思って、まあそれもひっくるめ、今さん聞いたのもらいましたね、次のインタビューが、次のインタビューが全部次のインタビューでアルバムの話してますよ。今バッテンの意味もクロスの意味も杉野さん取られてしまいますね。俺も後で喋るから勉強してるからね。よかったですね、発売前に来ていただいた、これ皆さん各地でアルバムの意味聞かれるために答えていただいただけたらいいんじゃないかと見ながら拍手が出た説明でしたけれども、ということでここで1曲聴いていただきたいと思います。龍一さんの方から紹介してください。はい、ニューアルバムクロスからルナシーで空の歌。時刻は午前3時を回りました。ベイエフン&ルナシー 30th Anniversary Special クロスミーツモザイクナイト、この時間は中村修吾さん、長広翔子さんに代わって金曜日の26時からお届けしているモザイクナイトのパーソナリティ、私中村孝子が再びルナシーの皆さんとお送りしていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。時間が経ってもこの豪華な景色になれないんですけれども。なれないですか。はい、もうすごくラフなのにすごい圧ありますね、皆さん豪華なので。圧がある、圧がある、そっちに圧がある人2人並んでる。イノランさんが言う圧2人というのは私のお隣が杉蔵さんで、そのお隣が深夜さんで、年長年長組だよ、年長組年の圧ですか、それあの1個ぐらいの差で1個大きいですよ。1個大きいんですか。いやそれね、10代は大きかったと思うんですけど、この、ね、大台の時にもやっぱりあるのかな。ということでここもいろんなお話をお伺いしたいと思うんですけれども、雑談の感じでいきましょうかね。今深夜3時をオンエア上は、
回ってるということなんですけれども、スタジオでは生放送を届けてくれてるんですけれども、深夜3時水蔵さんはいつもこの時間帯って何をされるんですか？3時頃。まあ絶好調ですね。絶好調なんですか？そうですねすごいテンションが一番上がってる時、物を作る時一番重要な時間だったりしますけど、そろそろちょっともう少しあの昼型に変えられたらなと思ってるんですけど、なかなかうまくいかないですね。理想としては何時ぐらいに寝たいなって？3時ぐらい3時ぐらいにね、はい、で実際は6時もうそれはさ、もうこの番組全部終わってもまだ起きてらっしゃる感じですね。そうですね、やっぱ龍一さんは3時ぐらい、もう爆睡中ですもうすぐ起きますいつもじゃ何時ぐらいに、ね、何時ぐらいに起きるのが理想的だったんですか？僕は12時前に寝て、で5時半ぐらいの。これはもうずっと万年バンド内にそぼけがあります。すごい完全にずれてる。たまにあれですよ、レコーディングの歌入れ9時からしてる時ありますよ、午前。すごいですね。午前9時に始まって午後3時にお疲れ様って 出るみたいな。ちょうど水道さんがお休みなんで2時間ぐらいだから3時間あ、いや午後3時なんで、スギちゃん起きる頃、いやいや大体12時ぐらい、12時に起きて、なので大体龍が起きる頃に俺寝るんだよね、うん、あ、そうだね、大体そうだね、うん、真逆のっていうことなんですね、はい、普通のスタジオだったらオープンする前ですからそうだよね、そうだよね、自分のスタジオがあるからできるんだけど、そうそうですよね確かにスタッフ来てないですか確かにね、大体11時とか12時が早い方ですよね。早いって言われるからね。ジェイさんは午前3時ぐらいって何？僕はもう寝てますね最近は。昔はね、なんかもう朝まで昼までね、なんかなんであれ飲んでたんだろう。いやそれ聞かれてもそれ聞かれてもなんでそんな時間あったんだろう。何を飲まかんだお前みたいな何をしてたんでしょうね。なんで昼まで飲んでんだろう。飲んだよね。いやでも飲み始めがさ8時とか9時なんだよ。そうね、なのにそこからまた昼まで飲んでるわけだから大体一人じゃないでしょ。一人じゃもうみんな仲間いる。だから若い時はさ仲間と一緒にいたいんだ多分。喋るとか語るとかさ、言えてる、仲間との時間でずっと過ごしたくて気がついたら朝昼になってるっていうことは、そうだ、帰りたくない病ですね。それが若いってことか。何それが若いってことか。そうじゃない、そうじゃない、だもん。そうだ、でも若くなろうよ、じいちゃんなろうか、今夜あたり、今夜あたり。でもあのその時間帯にやっぱ生まれたことたくさんあるんですよ。盛り上がってる時間帯にね、全然その無駄ではなかったとは思うんですけど、今考えてみると面白かったね。そうね、12時間とかね飲んだりとかしてると、井上さんは3時っていつもどんな風に？僕も大体寝てますね。何時ぐらいに寝て何時間に起きるのが理想的だったりしますか？1時ぐらいか寝ますね。もう音楽なんか作ってないです僕は午前中と昼で終わっちゃうんで大体夕方、長くても夕方。そうなんだ。もう昼過ぎから飲み始めちゃうんで。あ、飲んでる、みんな昼から飲んでるわみんな本当にバラバラですね起きてる時間だけじゃなくてやってる行動も、ね、朝は8時とかでやってる。ユナさんってお昼まで今でも飲んだりとかお昼までは飲まない。お昼から飲んでる。お昼から飲んでる何時ぐらいまで飲まれてる？12時ぐらいでもそういう居酒屋あるもんねそうありますね。24時間やってる居酒屋ありますよ。いや美味しそうだよ。でも昼から居酒屋に行かないでしょ。たまに行く。いやそういう居酒屋に行かないけどそういう方のための早くから飲みたい。そうですね。すごい、そういうのリサーチして。でもちょっとヨーロッパの人みたいでいいね。あのだから軽くですよ。ぐったぐた飲むわけじゃないですよ。昼ワイン飲むみたいな。わかる。あのリゾートに行くと朝起きてビールとか飲みたいもんね。やっぱりそのヨーロッパとかみたいな感じ。だから今は万年リゾート。万年リゾート。万リゾート。万リゾート。いいじゃんいいじゃん。名前変えようかな。リゾート。ギターのリゾート。おおいいじゃん。ね、いいかな。本当。30周年して名前変えて。今度グッズで作ろう。マンリゾ、マンリゾ、リゾちゃんってみんなが呼ぶんですね。しますよ先生が。さてあの言っていただいたんで順番5番目ハードル上げて上げて上げて、深夜さんに3時台はいつも何をされてますか？だいたい3時だよね。何が？だいたい3時。何が笑ってるんですか？だい
体3時に一回おしっこどきます。すごいトイレのこと気になってもね、今日も収録中に行ったらどうしようみたいなトイレのこと心配されてて。まあこんなんでいいですか。ね、自らハゲたなんて。え、自らハゲてる。自らハゲてるって何ですか。ね、ハゲは自らハゲるんですよ。もう懐かしい、みんなに突っ込んでいただけるこの感じが、私が噛んだらみんなでそういうこういう感じ、わきあいでやった感じがなんか一気に戻ってきた感じがします。よかったですね。はい、ありがとうございます。上げるって言いたかったんですけどね、ハードルを上げたかったら上げるんだよって。上げるって言いたかったね。そうね。ちょっと一文字でえらい間違いで、本当ですね。はい、突っ込んでいただけて、いや嬉しいですよ。スレーブの皆さんでした。仲間とこう突っ込まれてるって。いや皆さんにね、この深夜、今日は早起きの。早寝のスレーブの皆さんも遅くまで起きて生で、そう、ね、はい、リクエストもしていただいてるんで、ありがとうございます。本当に嬉しいですよね。本当にめでたいめでたい、ね、30周年、本当みんな起きてくれてるのかしら。起きてるでしょ、だいたい録音して寝てるでしょ。だって生でリクエスト特番やってるんです。すげえ。なので絶対起きて、ありがたいと思います。ねえ、杉様、こうしちゃったら皆さんいっぱいいっぱいメール送ってくださいね。お待ちしております。ということで、ここで1曲お届けしますが、5人皆さんとはここまでになります。曲明けにはそれぞれ2組に分かれてお話をお聞きしたいと思いますので、組み合わせも合わせてぜひ楽しみにしてください。では龍一さん、曲紹介お願いいたします。はい、ニューアルバムクロスからルナシーでフィリア。ルナシーでフィリア聴いていただきました。ベイエフム&ルナシー 30th Anniversary Special クロス meets モザイクナイト。この後 CM を挟んで、まずは龍一さん、J さんのコンビでお届けします。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。この時間は中村孝子がお届けしているベイ FM& ルナシー 30th Anniversary Special クロス meets モザイクナイト。お待たせいたしました。このパートはルナシーからこのお二人です。自己紹介お願いします。はい、ボーカルの龍一です。はい、ベースの J です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このお二人でのラジオのインタビューってよくあったりするんですか。もう久々だよね、二人だけって。うん、結構あの昔はあの龍と二人で各地にプロモーションに行きましたね。行ってキャンペーンチーム、JR チームという、JR、JR に乗って、いやいや、西の東、分かってますけど、それで結構行ってましたね、行ってましたね、ものすごい前のことですね、でもそれは、そう当時ね、やっぱりすごくあの地元の人たちというか、各局の方々もすごく応援してくださってたんで、はい、あのツアーの前だとか、はい、アルバムリリースする前だとかに、はい、よくメンバーがあの2人組3人組とも分かれて各地に行ったんです。いろんなチームで各地にっていう。じゃあ龍一さんと J さんっていうのはとっても久しぶりのコンビということで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。この時間はですね、日付変わって今日18日リリースのアルバムクロスの収録曲のタイトルや歌詞にちなんで雑談多めでいろいろと話をお伺いしたい。いいですね、なかなかこう雑談をね、こう、オンエアに乗せる、ルナシーのこうグルーヴ感をね、乗せるのがなかなかないんで。なかなかない。皆さん、今日は僕ゲストですから。なんかさっきからね、はい、ものすごくやりにくい感じがあってね。僕は今日はゲストなので、喋りません。いつもベラ喋りしなさいってゲストの方に言ってるじゃないですかっておっしゃるんですよ。今日はベラ喋るよって。どうですかね。でもやっぱりラジオは喋ってもらった方が聞いてる人も楽しいよね。そうね、うん、そうですよね。あのできれば普段聞けない話が聞けたらいいなみたいな。ですよね。そう。ということで、はい、まあお二人もねラジオもやられたこともありますけれども、はい、まずはルカからお伺いしたいと思うんですけれども、うんうん、はい、この歌詞に出会いっていう言葉があるのでそれをピックアップしたいと思うんですけれども、はい、お二人が最初に出会ったのはおいくつぐらいの時で。うん、18だね、17、18ぐらいの時に町田のプレハウスで対バンを最初したんですね。そう、はい、龍一さんだけ中学も高校も一緒ではないってことですよね、はい、そうです、うん、僕が当時確かスローターっていうバンドをやっていて、うん、対バンがルナシーだったんです、うん、でその時は J イノランと、うん、あの杉ちゃんとしんちゃんいなくてまだ、はい、J イノランと
あと2人、4人組のバンド、ルナシーだったんです。はい、はい。綴りが違うと、はい、そうですね。ですね。うん。その時、ジェイさんの、龍一さんの第一印象というのはどういう感じでしたか？やっぱり、同年代で、こう、うん、バンドを本気でやってる人たちっていうのが、まあ、なかなか周りにはいなくて。うんうん、だって、10代ですもんね。そうですよね。当然、まあ、今からの、その将来のことを考えると、やっぱ、ね、遊びでバンドやろうなんて子たちは周りにはたくさんいたんだけど、うん、まあ、僕やイノランみたいに、もう真剣に、こう、将来、こう、有名になってやろうみたいな、こう、野心を持ったような、ちょっと、そういう奴らなかなかいなくて、だからすごい嬉しかったのはありますよね。あ、同じ世代で、こう、同じ、なんていうのかな、勢いを持って、まだ話したことはなかったですけど、うん、そのなんかこうビビッとくるものっていうか本気度がもう、そうですね、あるなっていうのが、うん、逆に龍一さんの J さんの第一印象っていうのはやっぱり本気度ですね。でやっぱりその本気度って例えば衣装一つとってもそうだし、うんうんうん、音色一つとってもそうだし、うん、発言もそうだし、はい、佇まいもそうだし、はい、こう体の中に流れてる血の熱さみたいなのはやっぱ感じるんですよね、うん、やっぱその嬉しいなっていうのとやっぱすごいなこいつらみたいな、あ、やっぱお互いにね、うん、そういうのはあるんですよ。本当に30年もやっぱりできて、うん、そのよくねジェイさんおっしゃいますけど、うん、5人がライバルで5人がフロントマンというのがその本気度だったと思うんですけど、うん、フィリアなんですけれども、はい、これリュウちゃんフィリアってどういう感じで受け取ったらいいんですか、この言葉の意味っていうのは。そうですね、うん、これはスギちゃんが、はい、作られた曲ですよね。作られた曲でタイトルもスギちゃんがつけてくれたんで、そういうのって、はい、これってどういうイメージなのみたいな、細かくは気にならないんですか？あんまりしないです。それがいっぱい帰ってきてくれますよ、うん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 、フィリアってこうで、ああでこうでって言ってこういう思いを込めて、そうどうかなとかそういう話はするんですけど、うん、まあ、僕歌詞書いたりするんですけど、はい、その歌詞も原曲を持ってきてくださったメンバー、うん、まあ杉蔵でも J でもイノなんでも、うん、みんなそのやっぱ思いっていうのがあるから、うん、その時どんどんこう変わっていくのもすごくいいなと思ってて、うんうん、そこが皆さんで作られるところのねすごいところなんですけれども、うん、そしてクローザー、まあ、これは J さんが作られた曲ですけれども、はい、どんなイメージで作られたんでしょうか。これはいやもうとにかくそのルナシーが持ってる勢いっていうものを、うん、まあ、この2019年、うん、20年になりますけれども、うん、まあ、最新作でこう表現したいなという思いから作ってた曲ですね、うんうん、歌ってみて龍一さんいかがでしたか。そうですね、うん、J の楽曲はやっぱりライブ映えをすごく感じます、うん、ライブ映えってどういうことかっていうと、まあ、単純にライブで早くやりたいなと思う楽曲なんですね。でイントロ聞いた時にきっとここでファンの子たちがこういう風に反応してくれるんじゃないかっていうのはすごく感じるんで、例えばツアーに出た時のメニューのあの辺に来るかなとかこう想像しながら、レコーディングしてます。うん、すごくその感じもこれ曲聴きながら、うん、まさにこうライブのイメージが浮かん、うん、自分が盛り上がってる側の客席側の方が浮かんだりしたので、なるほどなるほどって感じなんですけど、これ閉ざすとか閉めるっていう意味もあったりするんですけど、うん、貴重面なのはお二人のうちどっちが貴重面って言ったらどっちが貴重面、龍の方が貴重面じゃない、貴重面なのかな。うん、で結構ライブの楽屋とかね、うん、一緒にいる時間とかは結構多くて、はい、まあ、僕ももうタバコを吸わなくなったので、はいはい、ね、そのタバコ吸わない人たちが、はい、メンバーがいたりとか、杉澤もずっとメイクルームにいたりとか、はいはい、新谷くんと俺と龍がいるんだけど、うん、新谷くんはライブだともうドラムのセッティングとかに時間を取られるので、うんうん、そうですね、2人でいる時が多いんですけど、やっぱテーブルの上とかこのピシッとこう、うん、でなってるちゃんと吸入器とかこうここに置いてタオルをここに置き鏡のあるところのテーブルをイメージしているわけですとかにこう、そうですね、この歌詞のね、こう歌詞の表をここに置き、こう、あ、几帳面だなっていうか、うん、そして「ザ・ビヨンド」、はい、杉蔵さんの曲なんですけれども、うん、これの中に「きらめき」って出てくるんですけど、はい、なんかお互いの話ばかり聞いてますけど、この瞬間きらめいてるなとか、もしくは
あの世とか来世っていうのもある、あるので、生まれ変わったら、こういう人間とか、違う動物とか、何かそういう職業とかが合ってるなっていうのでもいいんですけども、うん、何かビヨンドから。スギちゃんやっぱりギターソロの時キラキラしてるね。本当に風を浴びて、ま、風を浴びてあの実際あの上手の前の前面のこう風を浴びるところがあるんですよ。はいはい、どんだけです。でも本当何にもし、あ、何にもあれは下にはないんですよ。あ、下ないのあれ。水道が立つとこう、こう風が起きるんですよ、ね。起きるんですね。なるほど。うん、あれ何にもないんですよ。何もないんだ、あれ。なるほど。お友達の西川さんのところは風吹いてますが。あの人は吹いてました。あれも水か。確かに。吹いてますね。吹いてました。ですから、こう、きらめいてる方という、なんか一瞬思うことだったり、メンバーの皆さんで。いや、でも、やはりこう、ステージに向かっていく時っていうのは、うん、なんかこう、実は30年やってても、いろんな思いを持っていってるんですよね。やっぱ、楽しもうっていう気持ちも当然あるんですけど、はい、そこに向かう時の怖さみたいなものも、はいはい、やはりみんな持っていくんですよね、はい、だその時のこう、そうなんていうんですか、その場所に立つ、まあ、決意というか、はい、いうのをやっぱりこうみんなからも感じるし、うん、それはね、やっぱこうキラキラしてるのとは違うかもしれないけれども、うん、そのバンドとして の、 その美しさをこう感じる時はありますね。あのなんとなくこうドキュメントの映像で追ってる感じをイメージすると、うん、その楽屋から出て、うん、ステージに向かうまでの、うん、多分メンバーの皆さん見たらオーラみたいな光みたいなものが映ってそうなぐらいの ね緊張感もあるだろうし、うん、楽しみもあるだろうしかもしれないですね。確かにそれはありますね。そして You are knocking at my doorコイノランさんの曲ですけれども、はい、心のドアを叩くという意味で言われた言葉でもいいし何かで読んだとか聞いたとかでもいいんですけど、あ、知恵が言ったこの言葉、龍が言ったこの言葉って響いてるなとか残ってるな、印象的だなみたいなことって何かありますか、龍一さんは。そうですね、うん、たくさんあるんですけど、うん、常にやっぱりやれることは、うん、もしかしたら誰から聞いたとかじゃなくて、うん、いつも思ってるのはやれることってもしかしたら少ないんだけど、うん、でもやれることを全てやりきるってことも実は難しくて、うん、でそれはステージに行く時の一番大切な心構えかなと思ってるんですよね、うん、で言葉にならなくてもそれをステージに上がっていく時に、うん、やれんのかお前って自分たちに自問自答してるんですよ、うんうん、でその上で今やれることはもしかしたら意外と少ないかもしれないと、うん、それはなぜならいつも切磋琢磨してるから自分のことよく分かってるんですよね、うんうん、だけど全部出せたらもしかしたら誰もできない何かが出せるかもしれない、うん、しかも5人がそれをやったら、うん、このバンドってすごいんじゃないと思ってるんですよ、うん、いやもうすごいんですけど、うん、もう本当にそのこのハラハラドキドキワクワク、うん、怖さと、うん、こう喜びの間を行くんで、うん、そうなんとなく言葉にはなってないけどそういうのはそういうドアは叩かれてますよね、うん、お互いにね、うん、叩き続けてる、うん、誰も気を許さないしそのね、うん、こうサボる部分もないしここにかけてるっていうのも、ね、結局やりきれないと本人が一番嫌になっちゃうんだよね、うん、自分のことをそのパフォーマンスに対して。あ、それずっと30年思えるってすごいですね。そうですね、ありがたいですよね。でもなんかある意味で言ったらそのね、そのそこに向かうための僕らなんかセッティングも含めて日々過ごしてるわけじゃないですか、うん、ね、そのなんか思いにみんなこう付き合ってくれてるという言い方もあれですけど、うん、まあ、スタッフさんもそうだし、うん、ね、こうそういった方々、まあ、ファンの皆さんもそうだし、うん、なんかそういった世界を作り上げていく様をね、こうみんなで見届けてくれてるっていうのは、うん、僕たちもなんか絶対的にすごいものやんなきゃいけないなと思う気になるし、うん、それ一番初めに聞いた出会いの時と一緒なんですね。その本気が組む前に見た時の第一印象の、う
うん、まあ、30年だからこそね、30年続けてこられたなんて、このお二人に今インタビューをここまでお聞きして、改めていつもすごいなすごいなばかりしか語彙がなくて思ってるんですけど、その一つがこう聞かせていただいた感じがしました。そんなお二人とはここで一旦お別れをしましてですね、はい、この後杉蔵さんと井上さん、そして深夜さん3人が登場しますけど、うんうん、その3人になったらどんなトークになりそうだと想像されますか？まあ、想像通りじゃないですかね。結構楽しい。楽しい。楽しい、時間になると思いますよ。イニシアチブは誰が取ってくれそうですか、トークの。誰に振っていくのがいいですか、中心になるの。教えてください。いや、でもみんな語りたいこともあるしね。じゃあ3人に、まあ。最初どっちに触れてるかだと思いますよ。どっちに真面目モードに行くか、確かにね、なるほど、うん、こう和やかな方向に行くか、じゃあ初めでそれで決まるんですね。あ、じゃあそれを考える心していこうかなと思いますけれども、ということでこの時間はルナシーからボーカルの龍一さん、そしてベースの J さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲、曲の方を聴いていただきましょう。龍一さんから紹介してください。はい、ニューアルバムクロスからルナシーでクローサー。時間は中村孝子がお届けしています。ベイ FM& ルナシー 30th Anniversary Special クロス meets モザイクナイト。さてこのパートはルナシーからこの方々です。自己紹介お願いします。はい、杉蔵です。ノランです。なあ深夜でーす。なあ深夜ですということでこのパートの3人ここをお届けしたいと思うんですけど、うん、この3人の組み合わせってありますか、ラジオとかで。あるんじゃない。結構あるんだ。あるですね。懐かしくない。懐かしいね。え、そんな最近 SSI チームでしょ、うん、デビュー当時だからね。SSI チームやっぱりみんなそのチーム言うんですね。あっちは JR だ。そう JR ね、鉄道だから。そう JR だから、うん、そうだ SSI。そうですね、キラ別名キラキラチームです。そうなんだ。チームキラキラです。向こうはドロドロ。今作りましたねそれ。こってりかなみたいな。こってりね。はい、はい、ねえ、どんなインタビューになったと思いますか、さっきの2人のは。どうなんでしょうね。あ、でも喋るんじゃないですか、やっぱ喋り上手い2人だし。そうですね、うん、結構真面目な話だったんじゃない。あ、結構真面目な話もたくさん聞かせていただきました。リュウちゃんが真面目にもう返事をして、うん、で J が、はい、そうですね。全然似てないけど。モノマネで出ないけど。そんな感じで出ないけど。シアちゃん今の寄せ持ちです。マジ結構いけたと思って。そうっすね。似てない。誰似てない。似てねえ。俺やるよ。そうっすね。似てねえ。似てない。そうか、さっきお二人が言ったらこっちのパターンできたってことですね。なるほど、なるほど。キラキラチームですか。キラキラチーム、はい。キラキラチームの3人をお迎えしてですね、この時間は日付変わって今日18日リリースのアルバムクロスの後半に収録されているタイトルや歌詞にちなんでですねお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。空の歌ハイ&ハイヤー、まあ、杉蔵さんの曲ですけれども、これはアニメ機動戦士ガンダムジオリジン前夜赤い彗星の初代オープニングテーマ。これは空というふうに読んでるんですけれども、漢字は宇宙と書くので、はい、ここ雑談コーナーで宇宙にボーンと飛んでいきたいと思うんですけれども、宇宙に興味のある方っていますか。もし行けるなら行ってみたい。行きたいよね。それ行きたいよ。みんな興味ある、ね、そうなんですか。宇宙って言えば僕らですよ、この3人。そうそうそう。でもちろんその曲解の世界観わかりますけど、実際に本当に行くのも、まあ、チーム宇宙ですから。キラキラ。僕らあの高校時代ね、よく夜空を3人で見てました、ね。いや本当だよね。これ本当なんです。これ本当なんです。井上さんよくほらジョークをしてるから、どれどこまで。いやこれ本当なんです。本当の話です。実家の屋根で宇宙。実家の屋根。もうねみんな。どんな話。このキラキラチームどこを見ていくのね。屋根乗ったって。屋根乗ったっけ。3階からうち屋根ポンと映れるじゃん。そうだったっけ。うん、しかもパンツ一丁よ本当に。スイちゃんだけね。パンツ一丁で屋根乗ってるって嫌だよ。捕まるやつ。少年たちがね。捕まってしまうかもしれない。宇宙行きたいですよね。行きたいですか。行けるとしたら。我々生きてるうち行けるのかしら。行けるらしいですよ。あのイーロン・マスクのさ、あのスペース X って会社があるじゃないですか。で、俺は実は夢が実現したらいいなと思うんだけど、我々が生きてるうちに多分火星に行けそうなんだよね。火星に。火星。うん、火星にちゃんと人類が入植をするプロジェクトをしていて、2100年代には100万人都市を作るっていうのを目的に動いてるのに、すごいね。
今から30年後、うん、我々80ぐらいじゃん、うん、もし火星入植の第一世代になれたら、うん、俺は本望だなと思ってて、火星に骨を埋めたいなと思ってんだよね。真面目に、すごい、一緒に火星に骨を埋めに行く。骨、いや俺はあの千葉の落下星に来てるわ。火星つながる。落下星でも落下星、うん、ちょっとね難しすぎて、難しすぎた、高度すぎる。我々花野だから落下星だから、ね、そう、花野は落下星だから。井上さんはどこがいいですか、星は。僕ですか、としたら僕はじゃあしんちゃんと一緒に言うかな。でもブラックホールって俺行ってみたいんだよね。ブラックホールはいけないでしょう。いやでもだってどうなってるかっていうね、分かんないけど、うん、分かんないよね。でもね、うん、撮影というかね、うん、成功しました、うん、あったんですもんね。そう、でも万物が全て吸収されちゃうぐらいすごい重力だからね、うん、そう、どの段階で命がなくなるか試したいよね。そうだね、そうだね、うん、すごい、宇宙だけでもこんなに話が、そうですよ、本当にみんなで見てたんだって。そうです、うん、ブラックホールで、ブラックホールでプシュッて潰れたらもう本望です。落下星の話をね、落下星は今初めてしまったみんなで入り乱れてると、うん、もう千葉的にはものすごい嬉しいですよ、落下星なんて見てもらえると。そしてアナビラなんですけど、ゆういさん作曲でアレンジ杉堂さんで、うん、ね、ということなんですけど、これ言葉遊び、うん、ね、こう単語いろいろこう言葉をね並べたりとかする遊びもあったりするんですけれども、よくこうあの飛行機の座席の前に入ってる冊子に、間違い探しとかが載ってたりとか、うんうん、例えばネットとかでゲームをやったりとか、杉戸さんってそういうのやられたりするんですか、遊びって。しないですね。全くしない。そうですね。じゃあ、海外多いじゃないですか、はい。飛行機の中では何されてるんですか。忙しいです、すごくいつも。ずっと仕事をされてる。チェックごとしなきゃいけないことがたくさんあったり、うんうんうん、で仕事じゃなかったでも、うん、なかったとしても聞きたい音楽、読みたい本、見たい映画がたまっているので、それを全部網羅する前に寝ちゃうって、結局やりたいことが全部できずにいつも後悔してます。寝ちゃうんだね、やっぱり、ね、忙しいから。なんかツアー中とかちょっと長い旅、ちょっと例えば香港行ったりとかするじゃないですか、うん、大体こう近くに隣だったりするんですよ、はい、杉ちゃんちょっとこう横目で見てる、いろんなことしてるんですよね。杉がこれしてるのか、横目で見てるんだ。お、 PC 開いた、おみたいな、本読み始める。いろんなことしてます。その一緒にいるその数時間の間とかにもいろいろなことを、忙しいですから、はい、やられてる、はい、横目で見られてたんだね。はい、今さんは何してることが多いですか、そういう移動時間とか。あ、僕映画見てしてますね。昔ロンドンにみんなルナシで行った時、うんうん、しんちゃんと隣同士だった時あったんですよ、十、はいはい、何時間、うん、でなんだっけな、フォレストガンプかなんか見て、うん、多分同じぐらいのタイミングで見てたんですけど、はい、見たら二人号泣、はい、ピュアピュアコンビで ね泣いちゃいますよ、はい、泣くの分かりますけれども、はい、そして飛装備、あれしんちゃんと聞かなくていいんですか、飛行機に。あ、そっか、聞いてなかったか、ごめんなさい、最後落とし役を。いや、まあ、僕はもう本当に人生遊びみたいなもんですよ。いつも遊んでますから楽しく楽しくね、はいはいはい、イタリア人みたいな。あ、そうそう、すみません、飛行機の中で何をされてらっしゃる。飛行機ですか。大体ほらいつも飛行機乗ってなんかほらなんつうの、案内みたいなのあるじゃん、はい、うん、何の飯が出んだろうみたいな。メニューも入ってますよね。そうそうそう、そのメニューを見て大体テンションを決めるんですよ。なんだこんなもんか、おっと思ったよね。それで大体考えます。選べるんだったらどっち頼もうかな、そういうこと考えて。食べ物のことだった。大事ですよ、大事ですよ、大事ですよ、はい、飛装備、まあ、杉蔵さんが作られた曲で、急に話が、はい、はい、そうなんですけど、どんどんと行っていきたいと思うんですけれども、これも機動戦士ガンダムオリジン前夜赤い彗星の第2期のオープニングテーマになったりしてるんですけれども、はい、ぬくもりという歌詞が出てきたんですけれども、うん、ここにいらっしゃるメンバーでね、あー、こいつのここ優しいなとかあったかいなって感じる部分を教えていただきたいんですけど、杉蔵さんが出て、うん、井上さんと新谷さん、ここ優しいなと思う、うん、恥ずかしいですね、あったかいなって思うか、30周年だからあったかいことを惚れてまうやん。井上はね、優しいんですよ、井上は、すごくロマンティック、うーん、止まらない、うん、世代的に笑っちゃったところでも世代が、うん、ロマンティックな優しさが井上はある、その温かさというか、うん、だから、ね、人と人とのつながりも大事にしたりとか、うーん、うん、
なんか暖かいですよ、うん、深夜はね一緒にいると暖かいですね、うん、多分体温が高いそっち発汗発汗がね発汗発汗でやりますよこっちはね圧力が深夜あ暖かいですよ暖かいあの街のあの暖かい棟梁みたいな感じがして、うん、昔からそうですね太っ腹な暖かさがあって頼れる感じっていうのがありますね、うんうん、じゃあ井上さんから見てのお二人の暖かいとか優しいところみたいな、まあ、すごいね長い間一緒にいるんで、うん、結構似てる部分があると思うんですけど、うん、やっぱりなんだろうなこうなんだかんだ言ってね5人を引っ張ってってくれる、うんうん、引っ張り方はまたそれぞれなんですけど、うんうん、まあこんだけ一切違うだけで全然年上に感じますよね、うん、やっぱり、うん、いやさっきその一切は大きいとおっしゃったらやっぱ大きい、おじさん、おじさんと子供ですもん、そんなことないよそんなことないよ、ね、深夜さんから見て、うん、井上さんここ優しいなとかあったかな、井上はね、うん、本当に細かいことを見てるわけよ、うん、さっきのお話聞いてもね、うん、メンバーのよく横目で横目でそうそうそう横目で見てる、うん、で例えばね、うん、多分5人その全体を見てるんだろうね、うん、全体を見ててこの人元気ないと思うとすごく盛り上げたりしてくれるの、優しい、うん、めちゃ優しいでしょ、うん、そういうささやかな、こうささやかっていうか心遣いというか細やかなとこがすごくすごいなと思いますね、やっぱりね、うん、杉蔵さんに優しいところ、杉蔵はね、うん、僕にはもう杉蔵のもうやってることは真似できない、もういろんな国に行って、うん、いろんな人を癒して、うん、でいろんな地方に行って、はい、いろんな人を励まし続け、うん、いや本当に心底を、うん、なんかこう言葉はものすごいこうくくりは雑なんだけど、うん、いい人って本当にこういう人のことを言うんだろうなっていう感じ、うんうんうん、マジで言葉で言うことっていうのはできるかもしれないですけど、うん、本当に日本も世界もですけど現地に行って、ね、うん、本当に汗を流してっていうのはできるんじゃないですもんね、なかなか、うん、そして続いての曲パルス、まあ、これはジェイさんが作られた曲ですけれども、忘れてという言葉があるので忘れ物、この3人の中で一番忘れ物とか落とし物とかするタイプってどうなんするわ、するの、いやだから分かんない、みんなマネージャーさんがいるからね、うん、そういうとこフォローしてくれんじゃん、うんうん、ただ杉蔵さんのマネージャーさん大変ですよ、分かる、忘れ物多いですよ、忘れ物多いですね、うん、多いです、量が多いんだと思う、持つものが、大事なものが、大事なものね、うん、さっきもいっぱいねいろいろお仕事されてパソコンも持って本も持ってとおっしゃったから、やっぱ持ち物も、うん、かバッグあそこに30個並んでますね、30周年じゃん、30周年なんで1年1個年齢が増えてくる、今年は30個持つようにしてるんです意識的にね、うんうん、じゃあ続いての曲静寂、杉戸さんの曲ですけれども、どういう静寂が好きっていうのありますか、例えばこれから年末年始になると都内割と車とか人とかが減るっていうのもあるし、夜中の静けさとかもあるし、いろんな静けさってあると思うんですけど、井上さんはなんか静かなの好きですか、賑やかな方が好きですか、どっちも好き、賑、うんうん、やかな方が好きかもしれないけど、うん、昔はね、あのね、ね、あの眠りにつくとき、かっこいい言い方ですね自分で言って自分でいいね、いいね、ちょっといいですね、今ね眠りにつく、ブランデーをね今こうねガウンで、それはないですけどポーズ取っていただいてるんです、寝るときにね、テレビとか音とかないと寝れなかったんですよ、ね、頭働いちゃうから、あ、覚醒しすぎてね、いろいろこう、でも最近はね静寂の方が好きかもしれない、逆に杉戸さんはどういう静寂好まれますか、まあ、基本的に僕は静かなものが好きなので、うん、基本的に常に静かですよ、うん、ただ僕の場合はね、みんなもそうかもしれないけど、もう近年は耳鳴りがひどいんですよ、うん、静かになればなるほど自分の耳鳴りがキーンと爆音ですね、うん、耳鳴り大丈夫してるよ、するよね、さすがに全然しないしない、うん、すげえ、なるほど、なるほど、また今その言葉も耳鳴りの話なんだけど、めちゃめちゃかっこいい感じです、すごい耳鳴り、杉様には静寂がない、静寂に憧れます、だから
静寂に片思いだね。片思い、ね、またまた、うん、いやまたいやそうまたっていうほどのもんじゃない。嘘嘘今結構ねいけたかなみたいな。よかった、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます。しのさんは僕ね、小さい頃能楽やってたでしょ、うん、だから、静寂といえば能楽ですね。あ、うん、そうね、能楽というのは緊張のもう一番緊張マックスのとこに鼓の音がポンってなるわけですよ、うん、で、はい、それ以降行っちゃうと結構お笑いに走るの、うんうん、だから結構俺面白いのも好きなの、結構間が、はい、間が好きなんだよね。楽曲はね、ほら、ちゃんとこの決められたものがあるけど、僕はドラムソロとかそういう、緊張と緩和っていうのをよくこう操ってますね。うん、その通りだね、うんうん。まさにですね。なるほど。さっきお二人にここの3人のコーナーはどういうふうになると思いますかって二人のチームに聞いたら、うん、面白い話に行くか、ものすごい真面目な方に行くか、どっちかのコースだねっておっしゃってたんですけど、真面目な方に行ったね今日。いや両方、いや笑いなかったとでも大思いでしょうか。ひょっとしてましたね、びっくりしたよね、あれ鳥肌が立ちました。あれ爆笑してたのは私、僕さっきから手合わせてなので両方の話をたっぷりお聞かせいただいたなっていうふうに思いましたけれども、そんな3人とはですね、ここで一旦お別れをしまして、また4時台にお会いしたいと思います。ということでこの時間はルナシーのギターの水道さん、井ノ原さん、そしてドラムのシーヤさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲曲を聴いていただきたいと思います。水道さんの方から曲紹介お願いいたします。はい、それでは聴いてください。ルナシーで飛装日。はーい、再びモザイクナイト金曜パーソナリティの中村貴子です。ということでここまで本編の生放送ではルナシーのオールリクエストで中村さんと永弘さん、そしてスレーブの皆さん、盛り上がりに盛り上がってると思いますが、ここでアルバムクロスに収録されているラストソングからお話をお伺いします。ソーテンダーなんですけれども、うんうん、居場所という言葉が入っているので、リュウチさんとジェイさんにお伺いしたいと思います、はい、まずはじゃあジェイさんから、はい、ファンの皆さんに最後にメッセージというのも思ってるんですけれども、ルナシー30周年、うん、今後どういう居場所であり、どういう居場所であり続けた。そうですね、もう気がつけば30年経っていたという方が、うん、重いっていうと近いんですけれども、はい、ただその30年っていうのは簡単な30年ではなかった。でそのトライしてトライして挑戦して、うん、まあここまでたどり着いたはい、と思うんです。でその中でやはりこう僕たち5人だけで作れたものっていうのは本当少ないような気がするんですよね、うん、なんか作ってきて、もう今回ずっと流してもらってる曲たちもそうですけど、やはりみんなに聴いてもらって初めてなんていうのが完成するというか、うん、でもうライブもそうですし、うん、でそういったこうフィードバックが僕らをまた成長させてくれるし、うん、なんかねそういったいう関係性の中で作り上げられてきた30年だと思っているので、これからもなんかこう無我夢中にね、こうお互いで、うん、またさらにその先へ目指していけたらいいななんていうのは漠然と思ってはいるんですけどね。メンバーの皆さん、スレイブ、そうです、全員で、全員でというか、はい、リュウチさんからも居場所、やっぱり僕らの居場所はステージだと思うんで、うん、今 J が言ったように、そこで僕らが何ができるのかっていうね、うん、自分たちが持ってるものを全部そこで出し切ることが毎回できるのかどうか、はい、そのモチベーションをやっぱり支えてくれてるのはファンのみんななんで、うん、もちろん人間だからツアー中とかいろんなところでこう、うん、精神的にも肉体的にも常に完璧な状態っていうのは難しいかもしれないけど、うんうん、その中でなんかこう着火してくれる、はい、こう心にこう火をつけてくれるのは絶対にファンの皆さんなんですよね、はい、でさらに言うと、僕らがじゃあ本当になんかすごいこと今一瞬起こったよねっていうのをメンバー同士で感じた時に、それを見てくれてるのもファンの皆さん、目撃者ですもんね、うん、だからやっぱり僕らが今までやってきたことを超えていく瞬間があるとすれば、それもまた見てほしいし、うん、このアルバムを引き下げてのライブがますます楽しみになっております、はい、楽しいですね。
続いて水道さん、井上さん、そして深夜さんにお伺いしたいと思うんですけど、そうテンダーにも入っている言葉ですけど、うん、思い、井上さん今後どんな思いをファンの皆さんに届けて、どんな思いでルナシというバンドをやっていこうというふうに思いますか。うん、でもやっぱり与えられてる、うん、ポジションとか、はい、こととかをもう一つ一つやっていく、うん、大切に紡ぎながら歩んでいくってことでしかないですね、はい、この先何が起こるかもわからないし、うんうん、やっぱり遠くを見すぎてやっぱ近く見れないのはすごく嫌なので、うんうん、そんな感じかな。でも一生懸命やります、うん、はい、これからもということですね。うん、深夜さんは今後どんな思いを。まあどん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 、まあ年をね、うん、重ねていくたんびに音楽とかライブに対するなんかこうものの見方っていうのは変わってきたの、はい、前までは、まあ、一番初期は自分が気持ちよければよかった、うん、で今度そうするとバンドのメンバーが気持ちいい方がいいなと思い始めた、うんうん、でもそれをどん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 するとお客さんが気持ちいいのが最高だなってどんどん思うようになってくるわけよ、うんうん、だから今はどんな思いとか僕のそんなもうなんかこう感情とか関係ない、うん、もうまあその自分がね元気だろうが元気だろうがそんなのも関係ない、うん、お客さんが笑顔でいてくれることはこれからもう最高だなと思う、 うん、うん、それがご自身にもご自身たちにも返ってくるということ、まあ、一番満足できることかなって、うん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 、杉蔵さんに思い、うん、今後のことをお聞きしたいんですけど、うん、まずは今ね30年続けてきて、うん、で僕は50になって、はい、この年になってこの段階でまだこうやって最前線で音楽をやらせていただけているってことにただただ感謝なんですよね、うん、もう今はこの井上も言ってたけど与えていただいたこの立場、はい、この役目を全うするだけですよ、うん、で同時に結成当時から我々全然変わってないところもたくさんあるんです、うん、はいはい、でみんなそれぞれ経験を積んできて、うん、ベテランになってきて、はい、ある意味人生を達観してるとこもある、うん、でも、はい、5人で音ギャって出した途端にね30年前の小僧と何ら変わんないんですよ、うん、キッズになっちゃうっていう、ただの、うん、経験を積んだ小僧なんです僕たち、でかっこよくていまだにずっと青春真っ只中なので、いまだにもしかしたら以前よりもやりたいことが溢れてて表現したいことがたくさんあって、うん、ずっと燃えたぎった青春の旅を続けてる、でその旅をファンのみんなと、スタッフの関係者のみんなとずっと続けたい、で死ぬ時まで青春ど真ん中でいたい、うん、そういう感じ、すごい最強の青春小僧なわけですね、すごいですね、未だに音出した途端にただの小僧ですわけです、うん、だからこそそのね、ベテランの小僧っていうそのところが百戦錬磨の小僧だからこんなに感動をライブでも作品でも与えていただけるんだってもう大納得だ、飽きるほどやりたいよ、飽きるまで全然飽きてないってことですよね、飽きるのが一番難しいんですよ僕は、うわすごい、すごい、飽きるならとっくに飽きてるから30年間飽きなくて31年目でピタッと飽きたら嫌だけどね簡単だったこれ飽きるの死でライブやるってことやねってこともね、落としていただいてありがとう真面目に戻るけど、よかったのがいいタイミングでスティーブと組めたのがすごく幸い、ね、うん、これがね10年20年じゃなくてこの今のキャリアを積んだからっていうところがあるんですね、で先ほどそこでまた新しい扉開いてってなったし、うんうんうん、スティーブとやった時にまた僕たちはね小僧になったというか、うん、いい意味で先生と生徒とじゃない、はい、じゃないけどさ、はい、まだまだ教わることが多いんだってことを痛感するわけですよ、うん、これはまだ到底やめらんないよね、そうだ、成し遂げなきゃいけないことがたくさんあるからっていう感じなんですよね、お二人もすごくうなずいてらっしゃるので、そうですね、まだまだこれからいっぱい届けていただけるということで楽しみにしております。まずはですね、12月18日日付が今日ですね、リリースとニューアルバムクロスをぜひぜひチェックしていただきたいと思います、はい、
私からお知らせをさせていただきたいと思いますけども、初回限定版 A はですね CD プラス DVD、 DVD には空の歌ハイ&ハイや悲壮日のミュージックビデオが収録されています。そして初回限定版 B は2枚組 CD プラス DVD で、2枚目の CD にはビヨンドザタイム、メビウスの空を越えて1曲が収録されていて、 DVD には空の歌ハイヤー&ハイヤーリリックビデオが収録されているということですね、はい、そしてライブのお知らせです。ルナシーサーティスアニバーサリーライブルナティッククリスマス2019、12月21日土曜日と22日日曜日の2日間埼玉スーパーアリーナでライブがあります。またクリスマスを一緒に過ごせるというのはそれも皆さん幸せだと思います。そしてクロスリリースツアー2月1日土曜日三郷市文化会館を皮切りに全国26公演のツアーがスタートします。関東では初日2月1日と2日の三郷市文化会館と2月27日と28日の2日間、宇都宮市文化会館となっています。その他詳しくはオフィシャルサイト、その他をチェックしていただきたいと思います。ということでまだまだ番組は続きますが、ここでメンバーの皆さんと私中村貴子はお別れになります。ルナシーの皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。